んにちは、西郷さんです。宮下です。大丸東京です。ここは、はい、本日はじゃん、知ってますか、このブランド。ドラゴン。そう、ドラゴン。ドラゴン。ここはダンスウィズドラゴン。そうです、ダンスウィズドラゴンです。あのね、昔ね、テレマシンさん、ね、来てた、来てた、イコールだった、イコールでしたよ、ね、私もすごくイメージがあって、片山慎吾さんといえばこうダンスウィズドラゴンに天下のハットみたいなイメージが結構あるブランドです。で、今回あの YouTube リンゴルフ、初めてこのブランド紹介します。うん、どういう印象を持ってますか？めっちゃ光ってて怖い感じ。え怖い、柄がすごくて、うんうん、私もなんかこうスカジャンみたいなイメージ、刺繍みたいなイメージがすごくあって、自分自身も持ってないです。でも意外にゴルフ場できたらそんなに派手じゃないはず。はず。じゃあ早速ね、店内に入ってこう来てみようね。ね、いいじゃない、ゴルフウェアっぽい。おお、なんか生地とかすごいいいよ、光ってる。店員さん、お願いします。めっちゃダンスウィズドラゴン、すごい。リンゴ、あ、リンゴ、おお、リンゴもある。リンゴにドラゴン、あ、てかこのドラゴンめっちゃ可愛い。可愛いですよね。こんな可愛いドラゴンのキャラクターもあるんですね。はい、なんか竜みたいな。この子なんて名前なんですか？チビドラ。チビドラ。店員さんの名前は石川さんです。どうですか、男性の中で人気の色合いとか。色合い、今だと、はい、ここも男性なんだ。あ、赤。赤。あ、でも赤のイメージありますね。でもやっぱ可愛いドラゴン、可愛くしてんじゃん。このイメージですよね、どっちかというとダンスウィズドラゴンは。ね、これゴルフっぽいながらの、ね、感じですよね。どうしよう、どうしようじゃないか、選ぶの難しい。ダンスウィズドラゴンだ、今年はこれだって言い切れるなんか、はい、ものってどれですか？まず定番を知ろう。すごく、うん、赤チェックの、チェックチェック、釣りもすごいぞ。いや、チェックチェック、そっちの方がいい。でもこれ私着たい。あ、そうか、これ私着たい。これ黄色のこのリンゴね、着たい。すごいね、うん、これすごいよ、全部入ってるよ、すごい。でも慣れたんだね、思ったよりも落ち着いてるんだね、うん、色味が落ち着いてるね。いいじゃん、これに着てみないと分かんないな、これは。はい、白ね、白かな、白にしますか、うん、ちょっと清潔感。では、決定しましたので着替えてきて、はい、頑張ります。もらってその間に私はレディースを選びます。はい、じゃあレディースに参りたいと思います。さっきね、気になったね、あのね、リンゴをね、リンゴをまずね、あ、ちょっと、このブルトンかわいいよ、なんかちっちゃいドラゴンにこのラインが入ってて、かわいい、かわいい。でもあのお姉さんが着てたリンゴかわいいかと思う。姉さんが、あ、姉さんが着てたリンゴ、あ、黒いリンゴもある。あれ可愛いよな、ね、面白い。何かわからない、これは何なんだろう。可愛いドラゴン、なんかメス、メスって感じですね。女の子バージョン。あ、すごい、ここ超こだわり。ハイネックになんかモハモハがついてる。これも女子力がこうなるか。このベストに合わせていただくなら、チビドラの白あります。あ、それがいい。これ私入ってるやつ。あ、本当だ、一緒だ。あ、これいいじゃん、ラインも合うし。これいいね、チビドラ、チビドラがついてます。お願いします。おお、全然違うね。見てこれ。これはまた全、やっぱ効いてますね、金が。これやばいよ。
どうですか？さっき学習したお似合いです来ましたよ。学習した感じがありますか？そう、これやっと覚えた。シンプルシンプル、あのカーキでドイツ感があってちょっとここの色がポイントかなみたいな。なんかダンスイズドラゴン着てる感はないね。ないよ。ただ気持ちはドラゴンになってるよ。でこうほらこう鱗っぽいし、あ、動きはどうですか？伸縮性大きめのやつ今日これ着てるのかな。ストレスはない、うん、暖かさは暖かい、暖かい、保湿というか保温性はある、うん、多分ちょっとこう柔らかいんですよね、全般的に。なんか懐かしい感じがする。なんか結構麺を使ってるんですかね、うん。脱いだ時のポイントがまた可愛い。結構ダンスウィズドラゴンになってきたね、脱ぐと。でもなんかここはこっちのドラゴンと違うから、なんか結構女性からも好かれそうですよ、このドラゴン、うん、これがポイントですね。後ろはこのポコポコドラゴンが、このパンツでも足長く見える、うん、しかも全然派手じゃない。だってすごい柄入ってる、イギリスのなんか国旗みたいなのにチェック入って、で色も緑、グレー、黒、白、もう結構入ってるけど全然派手じゃないですか。はい、じゃあ次私行きます。はい、それではさゆきさんが出ます。どうぞ。じゃあすげえモデルの一人だ。じゃあいいじゃん。どうですか？新しいカジュアルになりました。本当は黄色を着てみたかったんですけど、ちょっとなんとか品切れだったので赤になりました。そしてですね、これは同じラインで1個に繋がってて、こうスカートとね、はい、セットアップ風にも着れます。チビドラがポイントですね。チビドラがそこら中に散りばめている。なんかでも新しいね、感じが、うん、どう、新しい感じが、店員さんとなんかこう被ってる気がする。幼稚がここにね、日本なんかいっぱい足しても変化しない。だってスタッツ、ボーダー、ビーズ、いっぱい刺繍、こんなに足しても変化しないのは、多分どれ合わせてもダンスウィズドラゴンが合う。すごいね。すごいです。ちょっと若く見えます。元気に見えます。叩いてもへっちゃら、叩いてもへっちゃら感あります。でなんかこうね、あんまり普段下ろさないんですけど、こういう髪型も結構合う。三つ編みとかも多分合う。三つ編み、はい、以上です。じゃあプレゼントいきます。今回もメンズのアイテムになっておりますが、はい、どれをプレゼントしましょうか？前もあのシルエットがすごく綺麗だった。足長く見えられる、うん、で、あの柄は結構何でも合う。何でも難しそうだけど何でも合わせやすいかな。で男性の方ってやっぱ冬は上はシンプルな黒とか白とか多いんで、柄物のパンツが1個あってもいいんじゃないかなと思うんで、まずパンツ、はい、であとさっき多分白いキャップ、白いキャップ質もいいぜ、とあのパンツ、うん、合うわ、これ合うわ、はい、絶対合う。この2つを今回1名の方にプレゼントしたいと思います。これはね、サイズは同じで84です。これがちょっと余裕があってウエスト84、ダンスウィズドラゴンのサイズと3番サイズになります。でキャップはフリーサイズになります。この2つを今回1名の方にプレゼントします。今日どうでしたか？ですね、もっと激しいものかと思ってたんですけど、まあ、サイクソさんがちゃんとコーディネートしてくれたので着やすかったっていうのもあるんですけど、このカタログを見るとですね、うん、あれって思ってて、もっとシックじゃん。シックで、レディースも結構あのカジュアルに若返る、気持ちが若返るような感じ。なかなかない、その女性が元気になっていて、元気な、可愛いとか綺麗はあるけど元気はそんななかったからいいと思う。ポップ元気をもらえるようなウェアだと思います。で今回はコメント欄では、まあ、ダンスウィズドラゴンの部分でダンスウィズドラゴンの、まあ、見てみた感想と、あと、まあ、着てる人は着てるよって聞きたい。そうですね、着てる方はどういう風に普段着こなしてるだったり、こういうアイテム持ってるようだったり、何でもいいのでその辺を聞きたいなと思います。じゃあ皆さん、次週は次の店舗に行きます。はい、はい、まだ秘密ですが楽しみにしててください。はい、バイバーイ。